幸先よくスタートした琉球、それに対してビュフォードのアタック。さあここですよね、ビュフォード選手の特徴ですよね。はい、日系安藤には岸本がついています。これかわしていく岸本、ディープスリー。ここですよね、この安藤選手のアグレッシブさですよね。安藤の持ち味が、琉球のシュートがここ2、3本落ちてます。それに対して島根しっかり取ってますが、安藤がもう1本、2本連続。ここはタイムアウト取ります、琉球です。いや安藤選手すごい、いや今完全に日系おビフォードと岸本、ここはクーリーがヘルプ行きますが、パス回していく安藤、スリーポイント。今日安藤選手来てますね。いや3本目ですか。いいですね、谷口選手今、あのクーリー選手に対して体を張りましたよね、はい、わビフォードのアタック。島根はこの1クォーターから持ち味十分に発揮してますね。そうですね、ビフォード、日系津山コーナーからオープンスリー、決めますね。300試合出場の津山、まあ祝砲のようなスリーポイントになりました。牧ダダメのパスでしたが、ディフレクションあって日系自分で勝負に行く。あ持ってた。2クォーターいきなり取り返しました、31点。谷口もスリーを1回見せましたが、ここ安藤、やっぱり決めますね。苦しい。ビューフォード、ニック・ケイン、バックショット、うまいですね。うまい。いや安藤どうするか、いや打ってきました、ニック。これを打ち抜く安藤誠也。ちょっと苦し紛れのスリーのようにも見えましたが、打ち抜くんですね。そしてクーリー、おっとビフォードのブロック、ファウルなしです。ビフォード、ビフォード、そのままいきます、そのままいきます。キックアウトして谷口のスリーポイント、決めた。打ち抜いてきました、谷口のスリーで同点。ビフォード、ビフォード、クーリーとの勝負になります。ステップバックスリーですよね。安藤、ビフォード、ここはフェイントアタックいく。わあ、これを素晴らしいアタック。高さのミスマッチありますが、日系安藤セアにもう一度預けてもらい直す。しかしダラムのヘルプディエース、わあ、しかしビフォード、ビフォード選手よくカッティングつきましたね。バチリという音がここまで来ますよね。本当ですよ、力強い、力強いですね。安藤セア、アフショット、クーリーフック、落ちる。リバウンドビフォード取りました。いや日系のそのブロックアウトも見事でしたね。アベー、ダーリー選手も出た。ビフォード、ビフォード、ニカが入りましたね。いや気合が入るニカのダンク、クーリーを引っ張り出してます。そしてスイッチの豪快スピードでギャップついていく。ニカの連続得点、しかもエンドワン。いやー、ニカ選手、ここで仕事してきた。いやー、しかし、なんていうゲームだ。おー、安藤、ジャンプ、超えた。安藤のスクープ、決まって、77対75、これで島根が前に出ると、シーソーゲームの4クォーター。クーリーのフリースロー1本も決まって、もう1本決めなければいけないクーリー。このプレッシャーの中、期待がかかる中、決めきれるか。跳ねた、ここファウル。クーリーの2本目は惜しくも落ちました。沖縄アリーナの壁、それを越えていけるか。ニカ、2投目、落ちた。時計が動く、今村が投げます、もう来ない。
いやすごいゲームになりました。琉球対島根、今シーズン3度目の対戦は80対81、島根が勝利を収めました。激闘でしたね。